このチャンネルでは鹿児島大好きラブイットな私ラビットが鹿児島県の耳寄りな情報をこの大きな耳で探ってくるよ。今日のテーマはこちら、次世代の農業を担うリーダーを育成、鹿児島県立農業大学校。へえ、鹿児島には農業大学校があったんだ。みんなは農業にどんなイメージを持ってるのかな。毎日朝早く起きて、なんか夜までなんかずっと作業してるのかなみたいな、大変なイメージがあります。すっごい綺麗なお野菜とか見た時に、あ、やっぱすごいなって思います。すごく品質管理とかすごく大変なんだろうなと思って、野菜とかお米とかその普段食べてるものを作ってくれてありがとうございます。ふむふむ、みんな食べ物を通して農業の大切さを感じたり感謝の気持ちを持ってるんだね。農業大学校には農学部と畜産学部の2つの学部に7つの学科があって、2年間理論から実践までじっくり学ぶことができます。ラビちゃんが食べているお野菜も農業大学校で作ってるんだよ。農大を見ていってね。ラビット。ということで、空から農業大学校を見てみよう。うわー、大きな畑が広がってる。ここが日置市吹上町の県立農業大学校。まずは農学部で話を聞いてみよう。ちょうどハウスの中で学生さんがせっせと作業をしてるよ。育てているのは美味しそうなトマトだ。綺麗に実ってるね。ラビちゃん、心を込めて作ったトマト食べて。え、いいの？むしゃむしゃ、フレッシュな味。ごちそうさまでした。農学部野菜科1年生の下園さんは鹿児島市出身。高校卒業後、農業大学校へ進学したんだって。もともと農業がしたくて、一から農業を学べるのは農業大学校だと思ったから、ここに入ろうと思ったんだ。どんなことを学んでいるの？自分の育てたい野菜を決めて、一からその品目を育てて、卒業する頃には目標が達成できるように学習をしていくんだ。ここの特徴は、生産から販売まで一連の流れを学べるプロジェクト学習というシステム。毎週金曜日は野菜科と柿科の学生たちによる販売実習も行われ、消費者と触れ合える大切な学習活動の場になっているんだって。時間を割いてきてます。すごくいい味がします。心を込めて作ってらっしゃる。安いのと丈夫なのと、丈夫なのと新鮮なの。お客様の顔が見えるというところが一番いいところだと思うんですね。努力をしようという気持ちにもつながっていって、すごくポジティブになれるので、私自身あっていいなと思います。畜産学部を覗いてみよう。学生のみんなが牛のお世話をしているね。お、誰かいるみたい。こんにちは。ハグ。ラビちゃん、こんにちは。畜産学部肉用牛科1年生の宮下さんは霧島市出身。家が生産農家をしていて、将来は兄2人と兄弟3人で実家を継ぎ、規模拡大していこうと思って入学したんだ。毎日牛と触れ合えて、それにみんなで話し合っていろんなことを解決していけるから楽しいよ。ここでは毎年九州や全国の農業大学校プロジェクト発表会などで優秀な成績を収めているそう。そして農業をするのに必要なさまざまな資格を取得できるんだって。ラビット。卒業生はどんな活躍をしているんだろう。
県内の農園に就職しイチゴを育てている今村さんに話を聞いたよ。僕が卒業したのは7年前ぐらいだよ。45日間農家さんのところに行って研修をするっていうのが一番の思い出かな。農大では基本的に野菜のことについて幅広く知れたから、それが結構活かされてるよ。これからの目標を教えて。自分で自立して一から農業をやっていくことかな。学校生活を通して学びと一緒に新たな目標が見つかるみたい。農業大学校のイベントとしては5月の体育大会、12月の農大祭、その他2年生になると海外研修等もあります。ぜひ農業大学校においでください。農業について学びたい、そんな思いが芽生えた君、農業大学校では令和4年度の学生を募集しているよ。一般入学試験日は B 日程が令和4年2月2日、 C 日程が3月2日。出願書類をご覧の日までに筆着で送ってね。詳しくは鹿児島農大で検索。公式インスタグラムもチェックしてね。私たちと一緒に農大ライフを楽しみましょう。